おはようございます。釣り子 TV です。都内にですね、新しい大型の釣り具屋さんがオープンっていうことで行ってきました。7月13日ですねに、上州屋の東洋町店ね、東西線の、まあ、東洋町駅から歩いていけるよ、そういったところにですね、ルアー釣りなんかのラインナップも非常に充実した新しい上州屋ができたっていうことで、オープニングセールですね、朝の10時開店だったんで、まあ、10時ぴったり着ぐらいで行ってきたんですけども、ちょっとね、なかなか人気で買うことができなかったね、ルアーなんかも含めていろいろですね買うことができたんで、ちょっとご紹介していきたいと思います、ね、はい。じゃあこれね、上州屋で、この上州屋東洋町店のすごいところがですね、都内なんですけども、20台以上に対応しているですね駐車場がついているっていうところと、あとはですね、金曜日と土曜日ね、まあ週末に24時間営業してくれるっていうことで、ちょっとね、まあ海釣りの人なんか餌買い出したりとか、あとはブラックバスとかルアー釣りの人でもね、ちょっと針とか小物ね、これ足りなかったんだよななんていう時にすごい助かるんじゃないかなと。あとね、ほんとね、あの周りがね、シーバスとか、あとはまあ、ハゼクランクとかね、ほんと、そういった釣りのメッカの中心みたいなところにあるから、そういった時にね、まあ、シーバスやってて、どうしてもこの当たり針のルアーがですね、品切れになっちゃった、なくしちゃった、なんていう時も補充しに行ったりできるんじゃないかな。何にしてもすごい便利な、ね。こうできては消え、できて消えってね、こう24時間営業の店舗ってなかなかね、ほんと大変ですからね、ちょっと長いこと続くといいなと思うんですけど、じゃあ早速どれから行こうかな。まずはですね、これ、あ、お一人様5点限りって書いてありますね。ブルフラットの2インチね、根魚フラットでね、あのレインからちょっと前に出てましたけど、これのもうブラックバスのカラーに対応した、まあ、いわゆるもうほんとブルフラットのデプスから出てる、小型バージョン、ブルフラットの2インチ。これね、ちょっとね、初めて売ってるところ見たんで、でね、ブルフラットは、この小さいサイズから大きなですね、サイズまで各種あって、で、まあ、全部合わせてどのサイズ折り混ぜても、まあ、1人5個までだよっていう感じで、でもパパパパパパって人気の 3.8 インチなんか売れ始めてましたね。大きいサイズなんか探してるよなんていう人はちょっと後で言ってもまだ残ってるんじゃないかななんて思うんですけども、自分が出る時点ではこの2インチなんかはね、まだいっぱい並んでましたよ。次はですね、これはねちょっとねお願いされたやつなんですけども、マイクロタッピーのね、この色が売っていた、これ2つともカラー違うんですけどね、買っといてくれっていうことで言われていたんで、マイクロタッピーの骨クリアーとね、あとキラリクリアーギフね、この2色のマイクロタッピーね、買ってきました。ジャッカルのルアーすごいね、潤沢にラインナップしていたんで、あとはイメージとしては OSP なんかもものすごい揃っていたかなっていう印象でしたね。あとティムコのルアーなんかもいっぱいありましたよ。で、まあ、初売りでこれを狙ってたんだってのがね、はい、俺も買えました。これね、お一人様1点限り、野良ネズミのマグナムね、これはね、ほんとね、もうちょっとしばらく買えないだろうなと思っていたんで、このオープニングセール、もしかしたら買えるんじゃないかななんていうことで期待していたんですけども、野良ネズミのね、マグナム買うことができました。まあね、お一人様一点限りっていうことで、これね、ほんとね、最後の一個ぐらいだったから、もうババババババってみんなね、野良ネズミを取っていって、で、あ、野良ネズミ売ってるコーナーだってたどり着いた時に最後ね1個だけこうかかっていて、あーと思って買ったんですけどね、まあ野良ネズミマグナムと、これね、買えてなかったですね、ジャッカルのねトップウォータープラグ、チョップカットだよな、これチョップカット2520円ね、
で色はこのトップウォーターらしいね、いわゆるね、まあ、レッドヘッドで、ちょっとね骨っぽいのをあしらったですね。この何色だろうな、クラシカルボーンって書いてありますね、これねちょっとね欲しかったんですけどね、もう発売した、あ店頭並んでるなっていうタイミング忙しくて買うことができなかったんで、一つね買うことができました。あとはですね、あこれね、コンツアージグね、デプスのね、ジグスト用のラバージグなんですけどね、680円、これね8分の3オンスちょっとね訳あってね人にね、1個あげちゃったんですけども、まあまあまあ、また買えばいいやなんて思ってね、最近釣り具屋さん、物色していたら売ってないんですよねあーラバージグでレアルアーになるってどんだけです、すごい人気なんですね。さすがね、まあちょっとねこれは去年から練習してるんですけどね、ほんとジグストは今年どうにか、自分もねものにしたいなと思ってね、ちょいちょい去年ね何匹か釣れたりしてたんですけど、先日行った釣りでもですねこのねジグでねものすごいいい思いして、でああよし、もう1個ぐらいしか持ってないからちょっとねあと 2,3 個買いたいなーなんて思ってね、いろんなね東京都中のね釣り具屋さんねうろうろしてるんですけど売ってないね。で上州屋で、あ1個あったと思ってね、でもねある程度あったら何個か買おうかなと思ったんですけど、この辺もね1個しかなかったんですよね。でまあパッと取って、これね680円でちょっとねお高めのラバージグなんですけども、フッ素加工をしていたりとかですね、あとはこのガードの強度が絶妙だったり、あとラバーがねバッて開くようなね特殊な仕様になってるんですけども、これはねちょっと探してたんで1個買えてラッキーっていう感じでしたね。で最後これじゃじゃーん、いやーこれもねものすごい買いたかったんですけど、ちょっとね発売のタイミングでずっと釣り具屋さんに行くことができなくてですね、気がついたらねもうねどこにも売ってないみたいな状況になったんですけどね、ビッグクランクね、イボークのね 4.0 デプスのね、これねビッグベイトパワーをまとったカバークランク2600円ね、ちょっと大型なんでね少し値段も張りますけども、ね、琵琶湖なんかでバッコバコにねキムケンさんがでっかいの釣ってますけどね、関東でもねこういうビッグクランクね、最近ノリーズのねビッグクランクなんかで田辺プロがですね亀山で超巨大なバスを仕留めたりしてますからね、ちょっとこの秋のハイシーズンから冬、まあもちろんね今の時期もねチャンスがあれば投げ込んでみたいななんていう風に思って一つ買うことができました。こんなものかな。でフィッシングニュース、まあ登録無料だよなんていう感じのこういうのが入っていて、買ったのはねこれで終わりなんですよね。でオープニングセールのすごいところね、もう、まあ、開店する瞬間っていうのはねもう一緒に一回ですかね、東洋頂点、スタートのタイミングでいろんなね特典がねついてくるんですよ。まずねこれ上州屋って書いてあるね、これねタックルケース、これはなかなかレアなんじゃないですか、これねなかなか渋いですよね、これがね先着300名様にね、もらえるよっていうことを入り口で配ってたんですけども、まあまあ使いやすいねこのシンプルなこれね、これはまあいくつあってもねこの手のボックスは、邪魔にならないっていうことで、でホームページ見ると載ってるんですけどね、これねキャラクターに名前があるんですよね。ですね、こっちの男の子がですねジェイク出てですね、この女の子のがねジェシーっていうんですね。あーこれ知らなかったら覚えておいてくださいね。上州屋の、ゆるキャラと言っていいのかな、マスコットキャラクタージェイ君とジェシーね、ぜひ覚えておいてくださいが、プリントされた開店記念の、ね、タックルケース、これがね行くだけでもらえちゃって超ラッキーだった。あとはですねくじ引きね結構ねやったんで、これでね1万円分ぐらい買ったんですけども、2回くじ引きが引くことができて、まずねこれ水汲みバケツね、色3色から選べたんですけども、白色選びましたが、まあねほんとこの手のね小物っていうのはいくつあってもね、邪魔にならないので、でまあ例えばブラックバスでもねレンタルボートなんかでもこれね
1個積んでおくと赤組バケツになりますからね、大雨でものすごい勢いでこう水が船の中に溜まっていった時なんかもね、まあペットボトル切ったのとかで、ね、やるのもいいんですけど、このねこんな感じの縁がね硬いこういったバケツがあるとね一気にねかき出すことができるんで、あと海釣りの時はね手洗ったりねいろいろ使えますんでね、これとであとねもう一個当たったんですよ、金券ね、500円の金券がいきなり当たっちゃったんで、上州屋東洋町店、これね8月の末まで使えるよっていうことなんですけども、まあこれでねまたちょっとねなんかね今度まあ行ってちょっとね追加でね買ってみようかななんて思います。で最後これなんだろう、これはおおおおおおおこれはすごい、またねジェイ君とジェシーがいるねマグカップオープン上州屋東洋町店2018 7月13日ということでこれはねまあ使わせていただこうかなと思います。結構しっかりとした作りのね、マグカップ、これはどういうプレゼントかな、店内商品を5000円以上お買い上げでご希望のお客様に上州屋東洋町店特製、オリジナルマグカップを1つプレゼントで、数はね500名様先着順で、で早い者勝ちってことで書いてありますね。ちょっとお近くの人とかぜひね、東洋町駅から徒歩ね8分ぐらいって書いてあったかな、少しちょっと山手側というか上の方に行くんですけども、そんなところにあります。車の人はねもちろん車の駐車場も完備しているし、ちょっと行くとね、まあ、例えばキャスティングのですね錦糸町店なんかも車で本当最寄りの距離にあるんで、これでねあそこら辺の釣り具屋さん回るのが楽しくなってくるんじゃないかなっていうことで、過去にはね名店のサンライズとかが、あったあたりなんですけどね、でキャスティングフィッシャーマンなんかも一瞬あったりしたエリアなんですけども、なかなかね今はね緊張のあたりのそうですね、まあ、キャスティングとかぐらいになってきちゃってるんで、ここのタイミングでねそのそばに大型のルアーなんかにも強いですね、上州屋ができたっていうのは非常にね嬉しいんじゃないかなと思いまして、で印象としてはとにかくねワームでいうとゲイリーワームがもういろんなね形サイズ色ね、ババババーと一面に取り揃えられていて、これは見応えがあるなっていうのと、あと小物ね、針とか重りもなかなかねないところには置いてないみたいなね、形状のものあとはサイズのものなんかも、数多く並んでいたんで、でそうですね金曜日と土曜日には24時間営業やるっていうことで、ちょっとね自分もね結構比較的近所なんで行く機会が多いんじゃないかなということで、あとね1階に海のおそばの大型店舗なんかだとよくあるねタックルを丸ごと洗える水道ってのがあるんですよね。まあ、シーバスの人なんかはねほんと潮抜きとか家帰ってやるの大変だと思うんで、金曜の夜とか土曜の夜にね釣りで車でもし回っている時は上州屋によってちょっとお買い物しつつ、水場で潮抜きをしてなんて、もしくはねあの辺りもねハゼクランクとか、まあ、ハゼ釣りのメッカの、そうですね、小名木川横十間川北十間川ね、大横川とかそばに控えてますから、まあ、そういったところでちょっとハゼクラ遊びとかね、あとはまあハゼ釣り手長エビ釣りそういった釣りをした後なんかにもチラッと寄ってね、軽く道具をさっぱりさせて家に帰るなんていうこともできるんじゃないでしょうかということで、ホクホクですね。もうね山盛り山盛りね、特にね、まあ、ここら辺のやつなんかはねもうちょっとねもう今年は買えないんじゃないかななんて思ってね、だいぶ諦めていたんで、このタイミングでねこんな、オープニングセールでね手に入ることができて、マジ良かったななんていう風に思っております。何にしてもですね、結構ねその渋谷とかあの辺りとか、あとはまあ御徒町の辺り上野の辺りとかね
リグ屋さん密集地帯、密集地帯ってあるんですけども、若干ちょっとね少なめだったなっていう、なんというかね、千葉寄りの下の方にこういった、がっつりとしたルアーなんかも、注目してくれている大型の釣り具屋さんができるとね非常にありがたいですよね。ぜひですね、近所の方はね、一度覗いてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、本日の釣り子 TV は、本日なんですけどね、本日は、7月の、13日ね、オープンした上州屋東洋町店、こちらに行ってバコバコにお買い物してきて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。